街並み西洋建築が多い1920年の地図山面島とは中華人民共和国の甲州にある人工島をイギリス、フランスの両国が居留地建設のために寄港し1862年に竣工した旧甲州場外西関の南方、玉井に面する岸の一部を運河改作を通じてエリクから切り離したかつて島の西部をイギリスが 東部をフランスが疎開に設定しており、列強国の領事館や企業が多数進出していた。島の中央を東西に横切るように砂面大街が走っており、北に砂面北外、南に砂面南外が並行して走っている。かつてはイギリス橋、フランス橋と称された2本の橋だけが砂面島と岸を結ぶルートだったが、現在はいくつかの橋が増築された。 島の南に広がるのがスナメン公園である。甲州地下鉄6号線の文化公園駅が最寄り駅である。スナメン島の建築物群は1996年に全国重点分物保護単位に指定された。上から旧英祖海への関門橋、旧 HSBC 南京城役によって甲州を開港させたものの、 繁栄運動に妨げられたため居留地の設定ができなかった英国は、アロー戦争の終結後にようやくそれを実現する。1859年、すなわち、天津条約締結の翌年、戦勝の予勢を買った英仏両国は、戦車の堆積地であった、この場所を32万ドルの経費を投じて、埋め立て工事を始め、 翌年疎開設定に関する協定の締結を経て八百六十二年に、春高、以来ここを、砂面と称した。東西約九百メートル、南北約三百メートルの楕円型を成す。この島の西方五部の四を、英国疎開が占め、残りを、フランス疎開とした。両疎開ともに、それぞれ一本の橋で対岸の市街と接続され、北関門を、英国交部局が、 当館門をフランス金田局が監督していた。疎開内は自転車と古市以外の車両は通行が禁止され、橋のたもとの関門はそれらの通行人以外に開かれることはなく、通行人は関門に設けられた古門から出入りした。土地柄、土飛海賊の輩も少なくなかったため、疎開で雇用される以外の中国人は、 居住が禁止され、夜10時以降は、一般中国人の出入りは、原則許されなかった。また、島の各所に設けられた、消布島や、見上場も中国船の寄港が許されず、風体の、怪しからん人物は往来でいちいち関係の、取り調べを受けた。人々はその保安警備の厳重さから、砂面を、武装居留地と称した。英仏領疎会は、おのの土地家屋所有者から、 行政委員たちを選出し、毎年1回標準価格を査定させて、各疎開別に付加調税を行った。主な税に、家屋税、土地税、営業税、キート輸出税などがあり、他に自転車税や犬税が存在した。電力と通信のインフラは、対岸の中国側から供給され、水道、下水道の設備に関しては、英国疎開だけが完備していた。 疎開は、火器の防御対策として、石灰を叩いた、福井に約3.5メートルの道路を両側に通し、間の福井約14メートルに芝生を張り、道路との境界には、椅子の木、くすの木、カツラ等を植樹して、街路はあたかも林野の中のような様相を呈した。また、黄岩には空き地を設けて、公園やグラウンドが整備された。当地には、英国、フランス、ドイツ、 日本、米国が領事館を構え、日英米の主要企業も多数進出していた。島内の主要施設は、病院4、学校二、教会二、著名企業の社屋9であった。紹介席による北伐や、繁栄運動に遭遇して1930年までに、次々と戦艦疎開を手放した、英国も、天津疎開と砂面疎開だけは維持し続けた。しかし、 太平洋戦争勃発を境に日本軍がこれらへい疎を接取管理し、スナメい疎開においては民政省を設立して行政権を中国側に移管した上で現地日本軍特務機関がこれを監督する施策を講じた。その後1943年1月9日南京国民政府が米英いに戦線を布告すると同日日本政府は 同政権支援のため、中国での日本の特権放棄に関する協定を結び、同年3月30日に八つの日本、戦艦疎開の返還を実行し、スナメイエー疎開では4月16日に、現地軍による行政監督を廃止して、中国側による行政権の完全回収を承認した。ついで当時日本と同盟関係にあった、フランスも、この、 日本の措置に習い、5月18日南京国民政府との間で疎開完膚実施の取り決めに、調印、6月5日さ面フランス疎開の返還を実施し、これにより80年余りにわたってこの地に存在した疎開は姿を消した。ありがとうございます。